はい、こんにちは、カズボです。ドラゴンクエスト11続きやっていきたいと思います。今ですね、聖地ラムダの静寂の森というところにいるんですけど、実はね、世界崩壊した時に、ベロニカがね、全員を救ってたと。自分を犠牲にしても救ってたっていうね、事実があって、まあね、それをね、みんなに伝えに行くというとんでもない使命があるんですけど、これ本当に、まあどうなんだろう、死んじゃってんのかな、ではないと思うんだけど、ベロニカの死は瞬く間に聖地ラムダの人々に伝えられた。そして次の日のうちにベロニカの葬儀が行われることとなった。世界中の命の象徴たる命の胎児を、このラムダの地で生まれた若き命がまた一つ散ってゆきました。願わくば双剣の姉妹の片刃ベロニカの魂が帰るべき場所、命の胎児のもとへ召され、新たな葉として芽吹かんこと。皆様、本日は私の姉ベロニカのためにお集まりくださり本当にありがとうございます。姉は世界中の命を救うために己の身を顧みず、最後まで勇者様を守り抜きました。皆様、命の胎児のところへ召される魂のため、どうか髪を一房聖なる日に手向けてくださいませ。おお、ベロニカ、私の天使を、私を置いて行ってしまうなんて。ベロニカ、こんな別れあんまりよ、あまりだわ。セーニャは、しっかりしたもんだけど、ご両親のあの悲しみを解けたら、かわいそうで見てられないよ。カズボ様、皆様にお話があります。どうぞ大聖堂の方へお越しください。大聖堂。じゃあね、これは行く場所を教えてくれるので、お呼び立てしてすみませんでした。実はどうしても皆様にお伝えしたい話があったのです。カズボ様、皆様はもしかすると古の伝承の存在、神の乗り物を求めてこの地へいらしたのではないですか。なぜそのことを。先日私は胎児の信託と思われるある夢を見たのです。その夢の中でカズボ様とセーニャは何やら白く大きなものに乗って空を浮かぶ不思議な島に降り立っていました。空に浮かぶ島だって。しかしベロニカの姿だけ見えなかったので、ベロニカの身に何かあったのではとずっと心配していたのです。嫌な予感はしていましたが、まさかこんな時にまで夢が現実になってしまうとは。ですが、夢の世界で見たその光景は私にある神話の一節を思い出させました。ケトス、天高く空を駆け巡る神の使い、聖なる調べに導かれ勇者のもとに降臨す。夢に出てきたあの天の島こそ勇者様が目指すべき地なのでしょう。そしてそこに導くは神の使いケトス。私は今里中の古文書をひっくり返し、このケトスについて調べております。何か分かったらご報告いたしましょう。さあ今日はもうお疲れでしょ。皆様のために宿を用意しておりますので、ひとまず宿屋でお休みくださいませ。ケトスだって。乗り物はね、ドラクエシリーズでね、絶対あるような感じなんですけどね。
まずそれよりベロニカですよね。おや勇者様、長老様から話は聞いてますよ。一晩お休みになりますか？はい、かしこまりました。どうぞゆっくりお休みくださいませ。どこからともなく盾ごとの音色が聞こえてくる。ごめん、無言で調べた。どこからともなく、あら、カズボーちゃん、眠れないのも無理はないけれど、あまり一人で考え込んじゃダメよ。みんなを笑わせて元気づけてあげたいけど、今はちょっとダメみたい。旅芸人シルビアもまだまだだわ。ところで宿屋の方から切ない音色が聞こえてくるけど、これは千夜さんの盾こと？宿屋の方から今いたけど。あ、いた。これ歌詞ですね。この歌は古の時代から聖地ラムダに伝わる悲しき恋の歌。死に別れた恋人を愛おしむ者。神語りの里に一体誰がこのような歌を残したのか分かりませんが、私は幼い頃からこの歌が好きでした。胎児が落ちたあの日からずっと私には心残りに思っていたことがあるのです。ねえお姉様、私とお姉様はきっと芽吹く時も散る時も同じですよね。セーニャはいつもグズだからどうかしら。でもそうだといいわね。セーニャ約束して、この先私の身に何があっても一人で生きていけるって。そんな約束できません。お姉様がいなくなってしまうなんて私考えられませんわ。私はずっと後悔していました。あの時約束していればお姉様も安心して天に召されたのではないかと。お姉様の言う通り、私はグズだったんです。言葉や呪文を覚えるのも、道を歩くのも、何もかもお姉様より遅れていた。ですが、まさかこんな時にまで先に行かれてしまうなんて。カズボ様、ごめんなさい。少しだけ、ほんの少しだけ、あなたの隣で泣かせてください。ごめんなさい、カズボ様。やっと心の迷いが晴れました。お姉様が助けてくれたこの命、精一杯未来へ繋いでみせます。もう涙は見せません。さよなら。
この力はもしかして。ありがとう、お姉様。マジか、ベロニカの呪文とスキルがセーニャに継承された。え、本当に死んじゃったの？ああ、増えるよねって言ったのは増えるけど、確かに。ベッドにも寝ましょう。おはようございます、カズボウ様。もう日が昇っておりますわ。今朝長老様が宿屋にいらして、皆様をゼーランド山の山頂までご案内するようにと言い出て行かれたのです。先に起きていた他の皆様はすでに山頂の方へ向かわれました。さあ私たちも参りましょう。大聖堂の隣にある入り口から山頂を抜ければゼーランダ山の山頂へ行けますわ。はい、今山頂の道なんですけど、ちょっとねセーニャをね入れました。両手杖メインでスキル振り直しましたね。なんでベロニカっぽくはなってるんですけど、そうすると回復がいなくなるので、まあセーニャが回復だったんですけどね。まあローが回復すごいので、ベホマラーとか使えるので、回復、まあどっちも使えるからいいけど、そうだね。シルビアがちょっと欲しかったんですけど、一体に対してはめちゃくちゃ強いんですよね。だからボス戦とかでシルビアにしようかなとかね。神は盗めますからね。お、カズボ様、よくぞいらしてくれました。実は昨夜また夢見ましたな。ベロニカがここにいる姿が見えたのです。この場所は勇者の峰。かつて勇者様が邪悪の神と戦った後に空から舞い降りてきた地だと言われています。ベロニカは夢の中でこの地に立ってこの笛を吹いておりました。これは賢者セニカ様が邪神を打った後に聖地ラムダに立ち寄り置いていったという笛。お守りとしてベロニカに持たせていたのですが、今朝目を覚ましたら私の枕元に置かれていたのです。もしかしたらこの笛が私たちに道を示してくれるかもしれません。セーニャ、さあ吹いてみなさい。はい、それでは。何も来ませんわね。ですが、お姉様が夢の中で吹いていたなら、必ず何か意味があるはずですわ。これはカズボウ様がお持ちください。この光は、え、笛が釣り竿になったように見えるが、バカな、私は夢を見ているのか。きゃ、当たりが来たわよ。カズボウちゃん、弾いてみて。
そんなバカな。空飛ぶ魚？いえ、あれはクジラ？もうオーシャンボーンかと思った一瞬。おお、神話は本当だった。あれこそ私が夢で見たもの。神の乗り物ケトス。今伝説が蘇りました。その笛を吹けば神の使いはカズボウ様を大空へ誘いましょう。カズボウは天空のフルートを手に入れた。カズボウ様、世界のどこかにある天空に浮かぶ島を探すのです。きっとそこに闇を打ち払う新たな力があるはず。カズボウ様、お願いいたします。諸悪の根源たる魔王ウルノーガを打ち果たしてベロニカの無念を晴らしてくださいませ。天空のフルートを奏でると空飛ぶクジラケトスによって上空を移動できます。B ボタンで降りる。逆だねボタンね。あれだと思うけどな。びっくりマークがある。お、ラミア、ラミアっぽい。でも降り、まあ一応びっくりマークのとこまで来たんですけどね。天空に浮かぶ島、長老様の夢の通りならここに闇を打ち払う力が。何でしょう、見たところ神殿のようですが。私たちがこの地に導かれたことには何か意味があるはず。皆様、あの神殿に行ってみましょう。おい、何者か知らねえが出てきな。そこに隠れてるのは分かってるんだ。なんだこいつ。あ、これ魔人族か。なるほど、兄ちゃんがそうなのか。おいらは神の民だよ。神の民？なんだそりゃ。そっか、最近の地上人は知らないんだな。神の民はロトゼタシア創生の時代から世界を見守ってきた天空の住人さ。マジかよ、けどそんな大層なやつがこんなところで何してんだ。それはもともとこの辺りは神の民たちが暮らす里だったからね。けど魔王軍に襲われて里のあった浮島をほとんど地上に落とされちゃってね。オイラは生き残った最後の神の民なのさ。そんなことがさぞおつらかったでしょうね。
魔王のやつむちゃくちゃ仕上がる。さっきは疑って悪かったな、あんたの気持ちも考えずに。けどよ、なんであんたは助かったんだ。見たところこんな場、この場所は無事みたいだが。ごめんなさい、こんな場所って言って。この太陽の神殿の奥には世界が誕生した時から燃え続けているという聖なる種火が祀られているからね。神の民の里が襲われた時、オイラはたまたま神殿内を掃除してて、聖なる種火の加護に守られて助かったんだ。聖なる種火の加護だって？もしやそいつが。私たちは魔王の闇を打ち払う力を求め、この天空の地まで赴いたのです。もし何かご存知でしたらお教えください。魔王を倒せるほどの力か。聖なる種火は戦うための武器じゃないし、何のことだろう。教えてあげたいところだけど、オイラこう見えてまだ子供でさ、そういう話は詳しくないんだ。まあ知らないんじゃ仕方ないな。せっかくここまで来たんだ、まずはその聖なる種火ってのを調べてみるか。そうですね、ですがこのままでは。あ、オイラのことなら気にしないで大丈夫。神の民の名は伊達じゃないよ。それに魔王が倒されて太樹様が復活すれば大いなる命の流れも蘇る。そうすれば死んでしまった者たちもいつかまた新たな命として生まれてくる。オイラの家族や友達も救われるってもんさ。だから頼んだよ、勇者の兄ちゃん。あんたカズボウのこと。ほうほうほう、太陽の神殿、太陽の神殿。なるほど、ドラクエ2とかにあった神殿ですよね。まあ他にもあったっけな、これ。なんかいろいろねありますよ。聖なる種火も、まあ、過去のねドラクエにありましたしね、まあ東大なんとかってやつがねいたりするところなんですけど、まあ、こんなとこまで来ちゃいましたね、とうとうね。ということで空飛べるようになりましたし、次回ねこの奥調べてみましょう。ということで今回こだわりたいと思います。まあ、ベロニカショックですね、本当にね。まあ、いつか仲間入ると思ってたんですけど、代わりにセーニャがね、まあ、活躍してくれることを願ってパーティーに入れました。ということで今回これで終わりたいと思います。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。